はい、今回ここに行ってみます。ここね、廃墟かな、なんか屋根が見えるんですよ。森に埋もれてる。ここに行ってみます。ちょうどこの下にあるね。ただヤブがすごいね。でここ道になってんだよね。この先にあると思うんだけど、これ行けないかな。あーこれ無理かな。こっから行けないよ。ダメだ。家があるはず。あったあった。廃墟だね。状態的にどうだろうね。何やか。すごい年季入ってるね。で、なんかすごい布がいっぱいある。ウエスっていうかなんていうか、で、なんやこんな感じですね。家の方なんですけど、どうやったらいいんだろう。入り口側かな。ここから入れる。いきなりこれがあったらちょっと不気味だね。中もちょっとなんか雰囲気あるね。暗いね。
崩れそう。こういう感じか。もう崩壊がすごいっすね。崩壊具合がもう半端ない。なんかテレビがポツンとある。紙棚か。雑誌がどうだろう。これが2003年になってる。まあ、昭和ではないね。2階もあるんだ。いろいろ、いろいろ残留物ありますね。写真もあるしね。まあ写真は見ない方がいいね。仏壇？でもないね。ビールと缶詰か。で、外になんか冷蔵庫、あ、冷蔵庫これか。冷蔵庫がある。で、テレビがなんか、なんか違和感あるね。テレビ台の大きさとちょっと合ってないんだよね。このテレビ台に対して、テレビがすごい小さい。なんか違和感あるわ。これで見てたんかな。合ってないね。2階どうだろうか。2階上がれるかな。2階厳しいかもしれんな。崩壊が進んでるね。あれなんだろう、テレビかな。この奥はなんか扉が小さい。うわ、動物が、猫かなんかいんのかな。糞がある。これはうわ、これ待って、これ何、人形の首。ちょっと待って、うわー怖っ。1980年、80年だ。え？ 1980 年、マジか。この部屋は80年で時間が止まってるね。バイク免許、成功する男の条件とかいろいろある。とにかくそういう哲学的な本が。部屋これだけか。こっち行くと崩壊しそう。これって何？テレビ？普
レビか。すっげえ古いな。これ見たことない。このテレビもこっち。あ、こっちもあるんだ。ここ。こっちもあるけど。コウモリか。これやばいな。崩れそう。これ以上行かない方がいいかもしれない。とか言っていく。なんか穴が開いてるあそこ。マジで怖い、マジで怖い。マジで抜けた。冗談じゃねえよ。あれは見え。くそ。じっとして。抜ける系ね。はい、ということでここからね抜けちゃいました。ここがね薄くなってるから体重で落ちてしまった。いやー怖い怖い。これ薄いんだね。あ、薄い薄い。体重で落ちるんだ。まあここ低かったからよかったけど、高かったらね。とにかく足打ったわ。ということで一軒家の廃墟でした。痛かった。